ーブルディフュージョンオートマチック1111のインターフェースをまるっと便利にする拡張機能、ローブテーマをご紹介します。この拡張機能を導入すると Web UI の見た目がこのような感じになり、機能的な部分も一部追加更新されるようですよ。使いやすいなと思った機能はこのあたりかなと思うので、その辺を中心にご紹介していきます。ご興味のある方は試してみてくださいね。まず個人的に一番使いやすいと思った機能はこちらのモデルやローラなどのネットワークス関連、その選択画面を右側のサイドバーで全て管理できるところですかね。通常の UI 通りディレクトリごとの分類表示やサーチにも対応しており、スクロールしてサムネイルを見ながら選択できます。サイドバーの表示方法は固定かフロートを選択でき、フロートにしていてもピンアイコンをクリックすればいつでも固定化できます。最初から固定だと多分邪魔だし画面が小さくなっちゃうから、我々は右側サイドバーはフロート設定で、必要ならピンアイコンで固定という使い方をしているのだ。あとサイドバーのデフォルトの展開幅も設定で指定できますよ。初期値は340ピクセルでローラ等のサムネが横に3つまで表示されます。なんとなく横に6個くらい欲しかったので倍の680ピクセルにしています。なんなら端っこをドラッグすればこのように引き伸ばせます。この右側サイドバーが地味に使いやすくてバチクソ気に入ってます。次に通常 UI では上部にクイックセッティングスの項目が表示されていると思いますが、このクイックセッティングスの表示を画面上部から左側サイドバーへ移動することもできます。この辺はお好みでいいと思いますが、サイドメニュー表示にしている状態だとプロンプトエディタという機能を使うことができます。この機能は設定からプロンプトエディタを有効にするとサイドバーにプロンプトエディタというタブが表示されるので選択します。するとこのような UI が出てきます。上部の機能はプロンプト欄の記述をタグ分けしてくれる機能だと思います。記述されたプロンプトを読み込めばタグ分けされます。個別に削除したり移動したりしやすくなります。一時的に非適用やウェイト調整はここではできないみたいです。それからフォーマットというアイコンがあるのですが、このアイコンをこちくりするとプロンプトを軽く添削してくれます。プロンプト欄に例えばこのようなヘンテコリンな記述をしてみますね。こちくりすると余計なスペースや余分なカンマなどを添削してくれます。几帳面な方にはおすすめの機能ではないでしょうか。そしてこの機能の本体は UI 下部のプロンプトセレクター的なやつですかね。8つのオブジェクトに分かれたプロンプト群を保有しており、それぞれのオブジェクト内でさらに属性に分かれた区分の様々なプロンプトタグを内包しています。数えてないけど多分バチクソたくさんプロンプトが入っていますよ。これらはクリックすればそのままプロンプト欄に記述されます。いつもとは違うプロンプトなど探している方はぜひ覗いてみてくださいね。注意点としてこの機能を使う場合、左側サイドバーは固定にしておいた方がいいです。プロンプト欄が隠れて見えないです。あとサイドバーを固定にしているときはここかここをクリックするとしまえて、展開したいときは端っこにカーソルを持っていくとこれが出てくるからポチクリしてね。では設定項目を軽く見てみましょう。ここの言語設定でローブテーマの UI を日本語化できます。プライマリーカラーとニュートラルカラーで UI の色をいろいろ変更できますね。ちなみにダークテーマとライトテーマの切り替えは右上のこのアイコンをクリックすれば切り替えられます。サイドバーは先ほど説明した内容の変更を行います。実験的という項目を見てみましょう。この画像情報の代替という項目を有効にすると生成画像の情報が項目別に分類され、分類されたそれぞれのカテゴリーをワンクリックでコピーできるようになります。これは人によってはすごく便利に感じる機能ではないでしょうか。それからプロンプトシンタックスハイライトを有効にすると、プロンプトの記述構文に従ってそれぞれのプロンプト表示をハイライトしてくれるようになります。強調されているところやウェイト調整されているところなどが見やすくなりますね。個人的には右側のサイドバーと生成情報の表示を分類してくれる機能が便利だなと思います。その他の機能は拡張機能、プロンプトオールインワンがあれば特に必要性を感じないかもですね。それから
UI 右上のアイコンからチートシートへアクセスできるので、ブックマークしておくと便利です。メタデータという項目では、改変されていない生成画像を放り込むと生成時のパラメータを抜き出せます。ステーブルディフュージョンを立ち上げるの面倒いって時にどうぞ。それではチートシートのスタイルをクリックしてみましょう。たくさんのアーティスト別のアートスタイルが並んでいます。画像をクリックするとサムネイルが展開され、作家情報とともにプロンプトが表示されます。クリックでコピーできるようです。ルックアップをクリックでそのアーティストについて検索をかけてくれます。ではここで参考にされているプロンプトでどんな生成結果が得られるのか実験してみましょうか。ピカソとか北斎とか、そういう世界的に有名な画風は知っていますが、こんなにたくさんあるんですね。あまり何々スタイル的なプロンプトって使ったことがないのですよね。いい機会なので、どんな画像が生成できるのかを検証してみましょう。ではいいなと思った画風53個からランダムにピックアップして、このような少ないプロンプト構成に付け加えて生成してみましょう。右はイラスト系モデルエンカートニーでの生成、真ん中は実写系モデルビューティフルリアルスティックバージョン7での生成、左はアニメ系モデルエニーローラーアニメミックスでの生成となります。ちゃちゃっと検証したいので、サイズは512768の20ステップでいきましょう。ポロンポロンしたところは問答無用でカットしていきますよ。画風系のプロンプトって結構えぐいくらい効きがいいんですね。リアル系のモデルがイラスト帳に持っていかれたりしますよ。それから生成に適用されたスタイルプロンプトは各生成画像下部に表示されているので、なんやこの画風ええなってなったら、そのアートスタイルプロンプトを参考にして個人でお楽しみくださいね。また私的にええなってなったプロンプトは、限定動画の方でさらに突っ込んで検証していくので、よかったらご覧くださいね。私の好きなエニーローラーアニメミックスも普段と全然違う画風で描いてきますね。ということは、そもそもそういうイラストも描けるモデルということなんでしょうね。エンカートニーに関しては結構我が道を行くって感じですよね。もともと個性的な強い画風だから、あまりプロンプトに引っ張られないんですかね。でもごく稀にハッとするような画像が出たりもしますね。今日はステーブルディフュージョンの UI をカスタマイズ可能な UI へ変更するインターフェースフレームワーク、ローブテーマのご紹介と、ついでのスタイル系プロンプトの継承をお送りしました。それから我々のチャンネルでは、限定動画や画像配布などの特典付きのメンバーシップを開設していますので、ご興味のある方は概要欄より紹介動画をご覧くださいね。それでは今日はこの辺で、高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。いい感じのアートスタイル系プロンプトを探している方のために、しばらく検証風景を続けておきますね。ごゆっくり。